ラウチンです。ドラクエモンスターズ3やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日は対戦やっていきますね。4日間対戦やってません。ついていけるか分かりませんけども、行きましょう。メタスラスライムファングリリパッド、このパーティーで行きますね。それでは1戦目よろしくお願いします。お化けキノコ、まあまあいいや。とりあえず俺のやり方はまずマダンテで身代わり役をぶっ飛ばして、で蒼天魔山の作ると、でこの後に身代わりをしていく感じですかね。はいはい。でマダンテでぶっ飛ばして、うん大丈夫、身代わりしません。はい、それは分かってる。でおお、ギャンブルボール、いや違う、ただただ避けられただけか。ありがとうございました。それでは2戦目よろしくお願いします。リリパッドがまずは身代わりしてくる感じね。 OK 大丈夫っす。問題はハデスナイトなのよね。こいつがね痛いのよ、痛いんだ。いきます。氷にも弱いっていうやつね。うん、氷にも弱いんだ。 OK、 ナイスナイスナイス、ありがとうございました。3戦目よろしくお願いします。アルミラージね。はい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 、まあまあまあ、もういつも通り行くだけですよ。ここはちょっと身代わりしてた方がいいような気がするな。いや、凍てつく波動来るか。いや、いい、行こう。おお、こうか、成功しましたね。うわあある程度体勢は積んでるんだけど、効くなー、効くねー。よし、起きた、ナイス。あっちが早いか、アルミナージの方が早いってことね。よし、ナイス。もう一回、あーダメか、もう一回来てくれればいいけど。回復めちゃする。会心の一撃が出れば勝てる。ナイス、いける。よし、もう一回いけたー、ありがとうございました。それでは続いてよろしくお願いします。どんなパーティー、身代わりが多分シャンタクとゴールデンスライムだけども、多分最初はシャンタクのみじゃない、ゴールデンスライムが身代わりしてくるとまずい、マダンテが効かない。でも多分シャンタクなのよ。どうだ、オッケー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 、ゴールデンスライムはするな。オッケーで三択ぶっ飛ばして、でスクールと、で蒼天魔山、よし、もう一回して、もう一回来て。はいはいはい、オッケー、ナイス、いいのがついてくれたね。でシャンタクがまた鬱陶しいことになってるね。 OK、 いけるでしょう。で蒼天魔山でシャンタクからの身代わりがこっちに来る。
オッケー、大丈夫で、もう一丁、うっそ、一回攻撃、一回攻撃かい。で、ザオリク来るのね。二回攻撃してくれ。オッケー、まあ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 、身代わりして、あ、違う違う違う、あー、そうね、まだ、いやいや、身代わりでいいか。はい、装填まずは2回してくれ。いや、これマダンテの方が正解だったな。うん、もう一回、もう一回、もう一回いけ。おし、オッケー、ありがとうございました。それではよろしくお願いします。これ最後にしますね。リズレットを得るかで、神様を得る。うっとうしい、うっとうしいパーティーだな。スライムはね、耐性そんな入ってないんですよ。なので、もうここもマダンテぶっ飛ばして、いや、身代わりだ。うん、あー、ちょっと待って、魔法カンタを狙う、魔法カンタ狙います。いや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 、 OK、 ナイス、どうだ、ブレス反射か。あ、おお、ナイス、これ効くんだ。はい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 、神様鬱陶しい本当に。もう一発スクルトで狙ってみましょうか。よし、どうだ、よし、オッケー、オッケー、入った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 、ナイス、ナイスすぎる、完璧です。リーズレットはこれで完封したね。あと会心の一撃を待って戦っていくだけ。もうマダンテぶっ放せ。もう完全にこれで OK でしょう。 OK、 回復するんかい。光耐性上げてる。まあいいけど、いいねいいねいいね、 OK、 勝てーな。いや、でももう、いけます。神様はとにかく硬いんでね。で、リリパットも、あ、リリパットはもうスクルトのみで OK です。こればっかり。ほんとに。もう完全回復してるじゃん。バーストしないかな。よし、OK。あとはもう勝ちですね。神様がまあまあこれから耐久してくるんだけどね。まあ普通に戦うだけでいけでしょう。あ、 OK、 ありがとうございました。はい、ということで今日は対戦やっていきました。使ったパーティーはメタスラスライムファングリリパッドです。うん、まあ4日前とそんなに環境は変わってないっぽいですね。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。